原さん聞こえますか。来ました。はい、聞こえましたか。どうもどうも、やったらどうでしたか。イエーイ、イエーイ。あそこにほら、あの少しあのさ、人が二回りくらい大きい人もいるんですよ。あやっぱりそう、変だね。あのなんとなく会場が90キロくらいあるんですよ。はい、大体そんな感じでございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、こっち盛り上がりましたよ。盛り上がった。盛り上がりました。盛り上がりましたよ。いや、いいっすね、これ。すごいね。うん。すごい。隣にあの、百万さんが来てもらってるんで。はい、そうですよ。はい、はい。はい、小山さん、どうぞ、どうぞ。あのお互いに自分のことがどのように見えているかさっぱりわからないまま、あの2時間こちらでやってまいりましたけども、あの途中も素晴らしい、この僕がここから首都高の天井がすごくユニークに映っているのが見えてるんですけど、陸の皆さんは見えてるのかな。ぼやり見えてますよ。結構見えてる。うん、見えてる見えてる。あ、オッケーオッケー。でこれからあの、やることを簡単に説明しますと、乾杯しますね。はい、皆さん、みんな乾杯。8時10分になったら、ここで史上初の船と陸運でですね、同時、水辺で乾杯というのをやりたいと思います。はい、ドリンクの、ね、交換はですね、あのこの川を見て左で奥の方に、台がございます。向こう側 の、 あの、パワーカフェさんの向こう側ですね。あそこにちょっと出店が出てるんで、そこで交換を皆さんお願いいたします。案件ので緑色のやつを使ってくださいね。誰かあの僕の分も交換してください。ありがとう。いや、すごい幻想的ですよ。ちょっと動かしてみよう。
この船は2台搭載してまして、とてもあの普段では全く見られないようなミラーボール演出が行われました。あ、めっちゃかっこいいですよ。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいです。いいでしょ、うん、多分これ世界で初めてだと思います。船にムービングライトを搭載している。今皆さんは、私たちは今歴史的瞬間に立ち会っているわけでございますよ。いや、この上のやつに、ね、奪われるところもありますけど、下の方に向けているライトもですね、こう、このなんか水門がこう護岸に反射している感じが素晴らしくかっこいいですね。いいね。なんか思わず黙ってしまいましたよ。こう味わい深いものがね。本当そうですね。これでもまあ、この陸とあの船の上でこうマイクをこう交互にこう話すのは多分初めての試みじゃないなと思うんですけど、ちょっと僕感動してます、ね、いやもうそれ本当にあのご苦労様でした。実はその今向こうに進行していた日本さんが今まではこちらに乗っていて、この段取りや準備やディレクション全部やってるんですね。で今日は私は乗りたいためだけにこちらに来てですね、進行しているということで、岩本さん本当にご苦労様でした。拍手ありがとうございます。彼がこの大胆不敵なですね、アイデアを実現するために、自分の友人たち、持てば会ったこともない人たちとたくさん会うことでこの船が実現しました。あと方もないことほど実は実現しやすいんだって僕はいつも思うんですね。でとんでもないアイデアこそすごくスピーディーにしますね。で今私たちはとんでもないアイデアを実現させて、見ました。で本当にこうこれを目撃してくれる人がいるだけでとても嬉しいし、きっとこういうことをやってみたいという次の世代の人たちが現れて、東京とかをもっともっと面白くしていきたいと思います。そちらの準備ができれば乾杯タイムに入って、これからカウントダウンですね、はい、やってですね、乾杯に入るという段取りで、こちらの皆さんが見ている側の護岸にですね、カウントダウン映像が映ってますから、で乾杯するということになっております。はい、じゃあもう大体ね、あの皆さんドリンクを手に取っていただいた感じなんでしょうかね。はい、であればですね、もうあの準備は整いましたということで、どうですか。はい、お願いします。それでは史上初の、陸と船でデジタル水辺で乾杯スタート。8 7 6 5 4 3 2 1 乾杯。